8月に入り初めてのまとまった水揚げです。今朝北海道根室市の花咲漁港に8月に解禁された棒受け網漁の中型漁船4隻が17トンのサンマを水揚げしました。漁獲量は少なく1匹120グラムから130グラムが主体でやや小ぶりです。早速卸売市場で競りにかけられ、1キロ1000円から2250円の値がつきました。不漁続きのため卸値は去年の同じ時期よりやや高めだということです。